ストが帰ってきてボロボロだった皆さん、こんにちは。いや、ガキは俺のチャンネルを見るな。はい、今回はテスト返しっていうゲームをやっていくんですけど、まあタイトル詐欺らしいです。てかめちゃくちゃ昔に流行ったらしいんだよね、このゲーム。でさ、めちゃくちゃ謎にさ流行に遅れてやってるわけ。俺すっげー感動するらしいよちょっと待って、あれ会話がしに別れさあれそう、あ、ちょっとね、ようやくちゃ話すと、めちゃくちゃ感動するゲームらしいです。はい。で、うん、なんか担任の先生がめちゃくちゃカエルのお面みたいのかぶってるんですけど、なんかさ、ミュージアムって知ってる？ミュージアムっていう映画を見て、あ、カエルの顔が出てるから、なんか、両生類とか爬虫類とか出てんのかな？可愛いなと思って見たら、めちゃくちゃタイトル詐欺の映画だったんですよ。で、これもタイトル詐欺のゲームっていうことで、めちゃくちゃ警戒してます。なんか、テスト返しって、っていう、なんていうの、感動するらしいんだけど、めちゃくちゃ疑ってますね。うん、はい。まあ、とりあえず、話が長えってことでやってきます。はい。あれちょっと待ってね。あれれあれれれれれれれ、これは、どうやって進めていく感じなのかな。ちょっと待って、積んでるってか、固まってるかもしんねえ。あー、ちょっと、マジでビビるからやめて。え、ちょっと、急に BGM が流れ出しました。びっくりしたー、びっくりした。ちょっと待って音でかちょっと待って、下げるわ。なんか音楽からしてめちゃくちゃ感動的な音楽なんですけど、俺疑ってますね。多分このカエル男は人を殺すんじゃないかなっていうふうに思ってます。ミュージアムの見過ぎだと思うんだけど。はい、続きからできんの。あ、待って、もう、おい、か、ちょっと、うん、はい、ちょっとやばい、全然始めらんで、初めからいきます。な、頼むぞ。あー、来た。ちょっと、おかしい、ゲームが始まるまでにこんな時間かかるやついねえんだって。はい、この作品はフィクションです。実際の人物団体とは関係ありません。本作品にはショックの強い表現が含まれています。苦手な方、心臓の弱い方はプレイをお控えください。苦手だし心臓は普通かな。でも苦手だな。うん、な、ん、ホラーかこれ。あれ？なんかちょっと聞いてた話と違う感じがするんだけど大丈夫？そしてエンターキーを押しても一切反応しましたね、急に。本作が原因で何らかの損害や障害等が発生したとしても、制作者は一切責任を負わないものとします。はい。無断転載、無断将棋よりは、はい。ありがとうございます。このさ、エンターを押してから、押してるんすよ。これエンター関係ない系？ダブルクリックか？あ、ダブルクリックだ。ダブルクリックってあんの？エンターダブルクリックって初めて聞いたんだけど。そしてこの右下のやつ何？もうさっきからずっとゲームプレイが怖すぎて、そしてこの録画ができてるかできていないのかっていうのも、何この暗い画面、壊しちゃったかなっていうふうに思うんだけど、壊しちゃった？おい、やばくないかこのゲーム。ブラウザでプレイしてんのがいけないのかもしんないんだけど、めちゃくちゃ焦ったんだけど、今最初からやり直したんですけど、全然来なかったぞ。ちょっと一回録画確認させて。何度か話した程度まで進んじゃった。ごめん。とりあえず録画ができてたらしいです。何度か話した程度の、ごめん、僕は悪くないんだみたいな感じだったかな。そう、ただのクラスメイトだった。何度か話した程度、結構仲良くない？あれ、待って。あれ？現実改変されてる？俺もしかして。なんとか話した程度のただのクラスメイトイコール結構親友だと思ってんだけど。だから、僕が気に病む必要なんてない。お前、僕がカタカナにするな。僕って言うなら漢字で書け。そうだ。僕は悪くないんだ。そう言ってるやつ大体悪いからな。誰なんだろう？これ主人公の視点で喋ってるってこと？でも主人公ってさ、あの帰ろうとか、ミュージアムに帰ろうとかなんじゃないの？ふと気がつくと、僕は教室の自分の席に座っていた。あ、ざわざわと興奮気味に話をするクラスメイト。いるねー。陽キャ君、俺ですね。この光景には覚えがある。これは、テスト返しの時間だ。あー、一番いい、一番学年で盛り上がるタイムじゃないですか。
それなりに頑張った時の盛り上がりよ、すごくない？でも全然さ、テスト頑張ってない人間からすると地獄の時間だよね。その見慣れた光景の中に、見慣れない異形の存在が一つ、お、カエル男ミュージアム出てくんじゃない？目の前に、おいおい固まんのやめろって、これエンター押せばいいんすか？おい固まってないかい？あ、ちょっ思いっきりイヤホンじゃねえ、ヘッドホンを外してさ、空調つけまくってたんだけど、このさ、ゲーム遅すぎんか、始まんのっていうか来るの大丈夫か、ちょっと心配になってきたんだけど。カエル頭の怪物が立っていた。おいおいおい、トラウマで蘇っちゃってるって俺。めっちゃ、あ、全然怖くないのかなって思って見たら、どんどん人殺すカエル出てきたって。みんな、静かにしてくれ。今からテストを返します。おー。教壇に立つ彼は、彼なのかこれは。自身が教師であるかのような振る舞いをしている。ね、めっちゃ超教師って感じだもんね。誰が見ても教師だもんな。クラスメイトはカエル頭の指示に従い黙り込む。クラスメイトも行かれてんな。おかしなことに男の容姿を気にする者は誰一人いなかった。これ夢の中みたいな話なのかな。それじゃあ、そのさ、絶妙に難しい感じ出すのやめてくんないですか。しかもさ、出席番号順じゃないの普通さ。アントとかさ、アで始まる、あ、朝倉とかさ、あ、安倍とか、それくらいのさ、何ポピュラーな名前出してくれ。何これ。んー、きょうざん絶対違う。おい、見たことないってこの名前、何それ。しかも、え、出席番号逆から読んでる。男に名前呼ばれ、教卓の前へ向かう。自分もまた素直に彼の指示に従っている。あ、主人公の名前か。みんなと変わらないなと思った。なんだ、何か言いたげな顔してるな。まあ言いたいだろうね。もう言いたい放題言ってやりてよ。なんだお前その仮面は。仮面なのかそれは。何、ケロロ軍曹的な感じでさ、生まれた時からその頭です的な感じなのかい。はカエルが先生をしているなんておかしい。だって、あ、これあれなんだ、ハウルと動く城の口が裂けて全然動けなくなって言えませんシステムではないんだ。先生はやれやれと両手を挙げて、アメリカ人システム、大げさなジェスチャーをしてみせる。カエルじゃ先生ができないだなんて、誰が決めたんだ。お、名言言うな先生、急に名言言ってくんじゃん。自分の偏見イメージで勝手に他人のこと決めつけちゃダメだろ。急に正論言うじゃん。言ってることがそれなりに正論で、その頭を知ると脳がバグるよね。読めないよね。京山って呼ぶよ。もうごめんな、京山だって。京山って呼ぶ、ちょっと待って、水山。んー、だってどうせこいつは頭が悪いんだから、勉強教えても理解できないだろうって。意味がない、無駄だって。最初から決めつけられるのは嫌だろ。おいおい、遠回しにバカにしてきてんじゃねえか先生。まあそれは置いといてだな。しかしあれだな、ちょやまあ、もうちょっと頑張らねえか。お前だけまた勝てんだぞ。おいおいおい、公開処刑やめたってや先生。こういうのって普通今言わないんじゃないの、学校の前っていうかさ、何その生徒のみんなの前でみたいな。先生が呆れた声を出すと、片手で頭をかきながらぶっきらぼうに答案用紙を差し出す。どこを書いてるんだね。カエルで頭かゆいってことあんの、あれ頭髪入ってるからかゆくなんじゃねえの。用紙には僕の名前、名前の横には赤ペンで数字の0が書き加えられていた。書き加えられていたということ、つまり書き加えられていたということ、つまり左側に1がある。10か100、この2択だ。じゃだから100点で赤点はありえない、つまり10点。その他に記されているものはない、つまり0点ということですね。はい、どうやら自分は何かのテストで0点を取ったらしい。覚えとけ先生。俺はやればできる子だと思うんだけどな。やればできる子 YDK やめろ、 TKG だけにしとけ。ああそうそう、
先生は視線の先を僕からクラス全体へ移す。お前どこに視線ついてんだよって話だけどな。それ目だ。満点の取れなかったものには追試があるからな。満点を取れないものってほぼ全員じゃないですかね。どんだけ簡単なテストなんだよって話。追試ほぼ全員じゃねえか。じゃあ満点ってだって100点ってことでしょ。言っておくぞ、先生はそう簡単には諦めんぞ。追試と聞いて嫌な気持ちになる。お、嫌な気分になりました。じゃん、あの地面が、いや、土からイワシが生えてくるんだ。やめろ急に。てっきり周りからの非難の声が上がるものかと思っていたが、教室は不気味なほどに静まり返っていた。あ、100点なんて当たり前的な特進クラス的な感じか。お、やだな。不審に思った僕は再び辺りを見回す。気がつくとクラスメイトたちは席を外していて、怖っ。何、急にサプライズ始まる系。急に両手叩き出してさ、誕生日おめでとうとか告白みたいな始まる系。要件乗り、やめだあれ。あの告白で始まったやつ絶対別れるから。その場には自分と先生の2人しか残っていなかった。ただのホラーじゃねえかよ。もしかしたから最初から他の生徒なんていなかったのかもしれない。お前急に哲学者みたいになるのやめろ。ぼんやりとそんなことを考える。おい、聞いてるのか？ほら。俺がさ、名前読めないせいでちょっとなんかギャグみたいな感じになっちゃってるよ。恋のした方へ視線を移すと、いつの間にか目の前は真っ暗になっていて、ポケモンか？ともかくだ。満点を取れるまで何度でもやり直させるからな。先生の声が遠くなっていく。お前が、さくらのことを助けられるまで。おっと？何度でも。そのまま、僕の意識が途絶えた。さくらちゃん？さくらくん？まあ、誰だかわかんないけど、とにかく誰かを助け損ねてしまって、それを繰り返し、永遠繰り返しているということなのかもしれない。急に考察班、エビフライドが入ります。これエンディングめちゃくちゃあるらしいよね。7種類だっけ？なんか忘れちゃったけど、めちゃくちゃあるらしいからさ、ちょっと若干怖くなってるよ俺。あ、それよりもっと怖いことね、ゲームが固まるっていうね。うん、固まるくんかな。あの急に始まりました。びっくりした。このさ、時差あるやつマジでなんだ。もうちょっと怖くなってきちゃったんだけど。夕焼け色に染まる教室、室内は静寂に静まに満ちているかな、わかんないわ。このどこか懐かしさすら感じる景色の中で、僕は一人自分の席に座っていた。またこの過去をやり直すみたいな感じのループに入ってるってことなのか。外からは賑やかな声が聞こえてくる。窓の外を眺めると部活動に励む運動部の姿が見えた。うわーうわー、帰宅部殺しに来てる系実況者じゃん。いや、実況者じゃない、ゲームじゃん。彼らの姿を見ながら、ふと自身がこの場にいる理由を考える。部活動に所属していない自分が、おっと！もしかして、おたもんか、お前もしかして。放課後に学校に残る理由はないはずだ。あれじゃねえの、補習追試じゃねえの。僕は、カバンを手に取ると席を立つ。まあ、学校でゲーム実況を取ろうとしてる可能性もあるな、ワンちゃん。レベル高？すると、少し後ろからすやすやと寝息のような音が聞こえてきた。その場合寝息だろうね。僕は反射的に音の下方へ目をやる。なんかエモくね？ちょっとなんかノスタルジアに浸っちゃってんだけど俺。するとそこには一人の女生徒が机に顔をうずめて眠っていた。授業が終わったことに気づいていないのか、彼女が起きる気配はない。僕は、おいおいおい、選択肢を貸すな俺に。セーブザエビドリンします。じゃあまず第一セーブザエビドリンをしまして、声をかけないだとおそらくバッティングエンディングルートに行くのではないかというふうに思うので、まずはバッティングエンディングルート行きます。